またもやってくれました。後半28分、途中出場の菅原からパスを受けた柿谷が冷静に決め勝ち越し。横浜戦に続く柿谷の決勝ゴールで強豪甲府に初めて勝利しました。本当に決めることしか考えてなかったんで、本当にもう最後全然いいゴールっていうか、なんか変なゴールなんですけど入ってよかったです。さあ、それでは次節はアウェー戦となりますが、アウェーでも点を決めてくれますよね。はい、そのつもりで一生懸命頑張ります。さあ、では最後にサポーターさんへメッセージをお願いします。やっぱり上位に食い込んでいくには上のチームとしっかり勝っていかないといけないんで、これからも練習をしてどんどん勝ち点3を積み重ねていけるように頑張るんで応援よろしくお願いします。おめでとうございました。柿谷選手でした。